北陸や北日本では今日この後も注意警戒が必要な状況となっていきそうですね。はい、そうですね。では天気図から見てみましょうか。はい、今朝9時の天気図になりますが、こちらで見ていただきますと北日本等圧線の間隔が非常に狭くなってますね。特に北海道、等圧線の間隔が狭い状況です。ということで、風が強い状況が今現在も続いています。はい、現在のアメダスによる、風の、状況がこちらになります。8時30分現在で見ますと、これちょっと全国と比べてみますと、北日本から、東北、北陸などがね、やはり他のエリアと比べても風がかなり強いことがわかるかと思います。で、北海道に関しては、こういったオレンジ色、15メートル以上、場所によっては20メートル以上平均で風が吹いているといった状況です。東北北部、あと北陸にかけても沿岸部で強めです。はい、これまでの最大瞬間風速確認しますと、この通りのように北海道を中心に、やっぱりかなり強い風吹いてますが、この時間もですね、25メートル前後、最大瞬間風速観測されています。雪を伴いますと、猛吹雪となって非常に見通しが悪くなるということが言えます。はい、ではこの後の雪雲、一部雨雲の予想を見ていきたいと思います。特に北陸方面はこちら JPCZ に伴う雪雲がありまして、一時的に雪が強く降ったりとかすることもあるんですよね。で、時間を動かしていきますと、この通り北陸方面はずっと JPCZ のね、雪雲が流れ込みやすい状況が続きます。そして北海道方面も寒気に伴う、北海道から東北北部にかけて寒気に伴う筋状の雲がね、たくさん見受けられますね。断続的に雪が降りやすい状況、この後北海道から、北陸にかけて、今夜にかけても続くといった状況になりそうです。はい。はい、では雪がどのぐらい積もるか確認しましょう。この後午前9時から、今日の、24時日付が変わって午前0時までなんですが、こちら見ていただきますとね、この通り、山形県から、北陸山沿いエリアにかけて、かなり雪の量が多くなりそうです。多いところではまだ50センチ以上積雪が予想されていますし、広い範囲で30センチ前後の雪が新たに積もりそうだといった状況です。で、北海道方面は北陸などにね、比べると、量は少ない予報なんですけども、やはり風が強いということで、引き続き、猛吹雪にも警戒していただきたいと思います。風のピークは午前中までだと思うんですが、午後もね、引き続き、注意報クラスの吹雪になるかと思いますので、お気をつけください。はい、今日も北海道では吹雪、そして北陸から北の日本海側では積雪の増加に警戒してください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。